さあエンディングはホブルディーズで月夜の星空、はい、ということでございます、ということでございまして、はい、ソフトモリカンスペシャルと題しまして、2時間ぶち抜きでお送りいたしましたけども、はい、出川さんね、あんなこと言うてましたけども、うん、まだあと4回ですか、1ヶ月ありますね、4回ありますんで、はい、そういうのはまあまあちょっと取っといて、うん、というふうに思っております。そうですね、それとまあね、こう、うん、いろんなことが今日発表できて、ちょっとなんかスッとしたというか、うん、リスナーの皆さん、まあ、まだちょっとまあ納得いけてる部分といけてない部分あるかもわかりませんけども、そうですね、この先のことはちゃんとお話できたと思いますし、はい、思いもちゃんと伝わったと思いますし、正直喋らせていただきましたね。そうですね、はい、まあまあまあひっくり返った人もいるでしょうし、うん、まあまあまあどうやねんということもあるでしょうけれども、もやもやした感じかもしれないね、かもしれませんが、まあ一応あと4回ですか、99のオールナイトニッポンは4回ですね、はい、この4回は本当に何でしょう、爆発的な4回、歴史に残る、4回の放送にしていきたいというふうに思ってます。そ、はい、それが終わったら本当 FM に変わっていくんでちょっともうあれっていうようなことになるかも分かりませんけれども、それでね、リスナーが離れていかなければね、ねえ、いいんですけれども、やっぱりなんかジェットストリームのイメージがすごくあって、なんか心地いいなっていうふうに思うんでね、特にジェット機なんかの音はいっぱい用意しといてもらって、いろんなジェット機の音中から決めたいと思います。お願い申し上げます。はい、あと、あ、もう大の字、あ、まだおるかね、ごめんね、なんかそうやって小ずるく顔を売りに来たけれども、いや俺聞いてしまって俺聞いてしまって、さっき出た時になんか出るチャンス伺ってたもんな。これちょっと出そうにないっすねって聞こえてん俺。ちょっとな今日。あ、来た来た来た。やめてや。言うてたや言うてたや。もうなあ、ごめんな。ねえ、ちょっとまあ、本当に、いろんな方々もこう応援してくれてましたよ、業界内でもね。そうですね、まああと4回、頑張らせていただきますけども、まあ、出川哲朗さんもね、まあ、ラブ&セックス、またそれはあるかも分かりませんからね、それそれでね、スタンバイしておいて残る可能性があるということですからね、はい、で10月2日からこの矢部浩之のドイツ人クラブっていうコーナーがなくなるんで、出川哲朗の風俗レポートみたいなもん、五反田のマッチ、五反田クラブ、iPhone でこう中継してそれをこう流すっていうのもね、ちょっとあるかも分かりませんので、そうですね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、残り4回、はい、皆さんね、最後まで聞いていただきたいと思います。はい、本当に今日は聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。わわ言うとります。お時間です。さようなら。